どうもこんにちは、プレシアの木島です。本日は10歳下の女性と結婚する方法というテーマでお話をしていきます。10歳下の女性と結婚できる男性はどんな男性だと思いますでしょうかこれはね、恋愛と婚活で大きく異なってはくるんですが、婚活で10歳下の女性と結婚できる男性の条件というものは、まず年収1000万円以上で健康的、かつ気持ち的に余裕があって大人な男性になります。これを伝えるとね、9割以上の男性 自分にには無理だなってていいうふうう諦めししまうことでしょうそれぐらいね10歳下の女性と結婚は愚かお見合いいを決めることだって難しいんですよ女性から言えば、10歳上のおじさまとお見合いをしたり、デートしたり、結婚するメリットがなければ、若い男性がいいに決まってるんですよね。もちろん年上好きの女性もいるんですが、それは少数派だと思っておきましょう。ただ、それでも若い女性と結婚したいんだと、夢を捨てきれない男性がいるのも私は知っています。そこで平凡な40代男性、 性が10歳下の女性と結婚する方法について今回はお話ししてみようと思います。この動画を最後までご覧いただければ、年下の女性と結婚するために今自分がすべきことが明確に見えてきます。それを理解して実践していただければ、今までとは桁違いに年下女性とお見合いやデートをすることができますので、ぜひ婚活に活かしてもらえたらと思います。それではここからが本題です。何の努力もせずに若い女性と結婚するのはまほぼほぼ絶望的ですので、自分の望む女性 女性と結婚したいんであればそれななりりの努力をああたがすする必要はありますよそして、どんな努力をすればいいかというと、まず一つ目に筋トレをしてください。筋トレをしてくださいね。40代男性になると、体型がね、大きく二分化されます。お腹がぽっこり出ているおじさん体型か、定期的に筋トレをして引き締まっている体型のおじさんかのどちらかに分かれるんですよね。そして、筋トレをしている人、していない人に分ければ、圧倒的にしていない人の割合が多いじゃないですか。そしてお腹 お腹がポッコリ出てしまうと、それに合わせて着る服はもう大きめサイズを選ぶようになります。体にフィットするサイズを買ってしまうとね、お腹部分がきつくなってしまうので、どうしてもお腹に合わせた服のサイズを選ぶようになって、全体的にダボっとしてしまうんですね。で、そうすると、お腹にはね、その服自体がフィットしているかもしれないんですが、体のサイズには合っていないので、だらしない印象になってしまうんですね。で、詐欺師も騙す人によって服装を変えると言いますが、それほど着ている服が相手に及ぼす 印象はとととても大きいということですで特に男性は服に疎い人が多くって色の薄くなった服とか毛玉まみれの服トレンディードラマに出てきそうな服を着ている男性がいまだにいますで仕事中は何も考えず作業着とかねスーツを着ていれば OK なんですが婚活中はそうもいきませんよねあなたがもし似合っていない服を着ていたり時代遅れの服を着ているだけで女性からあなたと一緒に歩くのが恥ずかしいと思われてしまうんですでそのため服のセンスを上げることももちろん大切なんですが おしゃれに磨きをかけたところでお腹がぽっこり出ていたりね平均体重より太っていればそのかっこよさも半減してしまいますだから男性でも女性でもモデルの仕事をしている人に太っている人はいませんよね服を綺麗に見せるおしゃれに着こなすにはまず体型歩きですのでそのたるんだ体を引き締めることから始めましょうただ引き締めましょうって言ってもやらない人が多いと思うのでこの動画を見ながらで結構ですので今すぐ腹筋を5回してくださいそれが習慣化すれば回数を増やして てい,けばいいいけけばだなんですよねで。習慣化すれば歯を磨いたりとかお風呂に入るのと同じで逆にね腹筋しないと気持ち悪いっていうふうになりますので一気に体をグンと締めるっていうよりかは毎日継続できるものから挑戦されるといいと思います。 そして次なんですが、これは最も女性が男性に望んでいることになります。これができている男性は女性からキラキラした目で見てもらえるようになります。そして、もしこれを聞いてね、自分はできてなかったなって気づくことができたのであれば、今後の婚活で意識するだけで女性の反応も変わることでしょう。それは男性であるあなたがリードをしてあげたりとか、大人な振る舞いをすることです。これはね、何も年齢的なものを指しているんではなくて、精神年齢を指しています。40歳でも子供みたいな人もいれば、20歳で でももも大人びた方いいいいらっしゃまますすよよねそれは精神ののの成熟度の違いによるものだと思います10歳下の女性が10歳上のあなたとデートをするときはきっとね、大人な男性としての振る舞いを無意識にあなたに求めていることでしょう。だからその予想に反してあなたが優柔不断だったりとか、決断力がなければ女性はね、期待していた大人な男性じゃなかったなっていう風になっちゃうので、少なからずがっかりしてしまうことでしょう。そのため、年下女性を狙うっていうことは同時にあなたの大人力を 見られているっていうことを忘れないようにしてくださいで単純にね若い女性と結婚したいって若い女性を狙っていてもダメなんですよただダメと言っても改善点がわからないと思うので今から改善点も合わせてお伝えしていきますリードしてあげたりとか大人な振る舞いをするっていうのは例えばね女性が経験したことがない体験を提供してあげることですね女性より10年も長く生きているあなたはきっとね女性が経験したことがない体験をしていることと思いますこれがライバルとなる年 したた男性ととああななの違いででり強みになるんですよねだから、その強みを活かすことが大切です。何も特別なことでなくてもいいんですよ。もしね、あなたが釣り堀に行ったことがあって、楽しかった思い出があるんであれば、彼女に釣り堀に行ったことがあるか確認してね、彼女が行きたいと言えば連れて行ってあげるとか、たこ焼きを作ったことがない、もんじゃ焼きを作ったことがない女性なんであれば、それがね、一緒にできるお店を探して楽しむとか、他にね、高級レストランに連れて行くとか、夜景の綺麗なお店でワインを飲むとか、 頑張っって大人っぽいデートを提案する必要はないんですよなぜなら、高級レストランって若くても何度か行ったことはある人もいますし、毎回そういった堅苦しいお店だと、お互いにリラックスして食事を楽しむことができませんよね。で、反対に、一度もそういったお店に行ったことがない女性なのであれば、その高級レストランが初めての体験にはなると思うんですが、この人は私と住む世界が違う人だっていう風になりかねません。し、まあ、っ端なからね、高級レストランに行って、一人数万円のディナーコースを頼んでいればね、 あ、この人は私と住む世界が違うなとか、金銭感覚が違うっぽいなと女性から思われる可能性がありますので、無理してね、そういった高級レストランに連れて行ってあげる必要はありません。それは本当に特別な日にとっておきましょう。それよりは、先ほどお伝えした一緒にたこ焼きを作るとか、釣り堀に行って魚を釣って、それをお店の人にさばいてもらって一緒に食べるとかね、そういった体験を一緒にした方が楽しいですし、自分の知らないことをいろいろ知っている男性は素敵だなと思ってもらいます。あなたが10歳上だからといって、 に年上ぶったり偉そうにするのではなくて自分が知っていること経験したことがあるものを彼女にも共有して一緒に楽しむことが大切になりますで。そうすれば少なくとも彼女は初めての経験をあなたとのデートでするわけですから忘れられないデートになることは間違いありません。私が思い出に残っているデートは初めてオープンカーに乗せてもらったことや仕事でクタクタになっている時にねさっとね車で迎えに来てくれて花火をしようと事前に花火を買ってきてくれて海辺でね一緒に花火をしたこと などです。食事の美味しいお店に連れて行ってもらったりとか、景色のいいお店に連れて行ってもらったこともあるんですが、案外覚えてないものです。それより今まで経験したことのないデートであれば、そんなに特別なことを頑張ってしなくても女性の記憶にもしっかり残ってくれると思うんですよね。だから頑張ってワインを覚えたりとか、無理して彼女を高級レストランに連れて行くよりも、極端な話ね、苦手な料理を彼女のためにしたりとか、お弁当を作ってあげる方が感動してもらえると思いますよ。男性 は結果を重視する生き物なんですが、女性はそれまでの過程を重視する生き物なんですよね。要はそこに行き着くまでのストーリーを女性は見ています。そのため料理が苦手なのに、彼女のためにスーパーに食材を買いに行ってね、動画を見ながら見よう見までねで2時間もかけてお弁当を作ってくれた。それがたとえ美味しくなくても見栄えが悪くても彼女は嬉しいんですよ。なぜなら自分のためを思って苦手な料理をしてくれたからです。その過程を女性は非常に重視しますので、例えば高級レスト レストランに連れて行くにしてもね、その付加価値として1ヶ月待ちのレストランを今日この日のために予約しておいたんだっていうストーリーを彼女にしっかりと伝えてあげることが大切になります。そうすれば彼女は高級レストランに来れたから嬉しいんじゃなくって、自分のことを思って1ヶ月も前から予約して準備してくれていたんだっていう部分に女性は嬉しさを感じてくれます。 このように男性と女性では嬉しいポイントというものがそもそも違いますので、女性は結果ではなくて、それまでの過程を重視して喜ぶ生き物なんだっていうことを覚えておいてください。でそして次は、年上だからと偉そうにしないことです。若い女性に対してね、対等な立場で接することってすごく大切なんですよね。で、大人の男性として振る舞うって言っても、女性を子供扱いしてはいけません。例えば女性が興味がないことをね、あなたが知ったかぶってつらつらと説明したりとか、昔はこうだったんだ、ああだ、 ったんだとやたら昔の栄光は昔のことであり女性とは今出会ってデートをしているんだから昔の話ではなく今の話未来の話をすべきだと思いますそれにね昔の栄光とか自分の知っていることを自慢げに話すっていうのは職場の上司がしがちな嫌われる発言になっちゃうのでそれをしてしまうとねあなたは年下女性から異性ではなくって上司っぽいと思われて結婚相手から除外されてしまいますので お気をつけください。まあ、続いてね、これは最も嫌われてしまう行為で、私もこれをする人とは距離を空けるようにしています。それぐらい全人類から嫌われてしまう行為なんですが、意識していないとね、ポロッと口から出てしまうものになりますので、まあ、日常からこういうことをしないようにお気をつけくださいで。それは何かっていうと、自分の価値観を相手に押し付けないことです。年齢差がある二人ほど、二人の価値観には大きな差が出てくると思うんですよね。例えば昔ははスマホが普及していなかったため連絡手段は電話が 一番早くてて便便利利ななアアイテムだったんですすがが今はね LINE とというとても便利なアプリがありますそのため、上司とやり取りをするときも、LINE をメインに使っている人も多くいると思うんですよね。で、それを見たあなたは、大切なことは LINE じゃなくて、電話できちんと報告すべきだとね、一方的に自分の価値観を押し付けてしまうこともあるでしょう。で、その価値観っていうのは、個人の判断基準によって大きく異なりますので、自分はそう思っているとしても、他人にそれを押し付けたりとか、強要することはあってはなりません。そんなこと が続けば女性はあなたと一緒にいで、これはね、年下とか年上とか関係なく人として気をつけてほしいポイントになります。あなたの常識が誰かの非常識な場合もあるし、反対にあなたの非常識が誰かの常識の場合もあるんですよね。だからこれが普通だとか、こうするのが常識でしょっていう風な考えは、ただの押し付け行為になりますので、そんな言葉を普段から多用されている方は、ただただ嫌われるだけですので、控えることをお勧めた はい、次ラストですね。これが実は一番言いたかったことになります。それはね、自分はもう年だからって自虐することです。これね、女性でも男性でもいるんですが、誕生日が来ることを嫌がる人とかね、自分はもうおじさんだから体力がないんだとか、もうたくさん食べることができないとかね、年齢を重ねることがさも悪いこと、いけないことかのように発言される人がいます。生きたくても生きれない人もこの世の中にはたくさんいるわけで、まあそんな中、今の年齢まで生きてこれたっていうのは、それだけで素晴らしいす。 新しいことなんですよね。それなのに多くの人は年を取ること自体を嫌がります。でね、私の夫は誕生日をとっても大切にしているんですよね。それに一切年齢を重ねるごとに、また大人になれたっていうことですごく喜んでいます。年齢のせいにして新しいことに挑戦しなかったりとか、記憶力がなくなるっていうのは思い込みであって、実はね、自分がそうなるように思い込んでいるだけだったりするんですよ。そのため、もう年だからって勉強しなかったり、運動もしなければ、当然記憶力も落ちるし、体力もガタ するこれはもうね、当然の話ですよね。そしてそんな年上男性と一緒にいる女性はどう思いますでしょうかさすがにね、尊敬できないし、なんだかこちらまで年を取ってしまいそうだわっていう風に思っちゃいますよね。それに、これから子供も生まれて授業参観や運動会もあるのに、そんなんじゃ子供もかわいそうだなっていう風に思ってしまいます。10歳下の若い女性と結婚するっていうことは、自分自身も若くいる必要があるんですね。子供を望んでいるんだったらなおさらだと思います。自分は年をとっても若い 女性を捕まえれば何とかなるって思ってる男性もいますが自分が努力しなければ何ともなりませんよぜひね若くい続けるために少なくても1年に1回は新たな挑戦をしてもらえたらと思いますということで婚活に関するお悩みでしたらそのすべてに私はお答えすることが可能ですので一人で悩んでいる方はぜひご連絡ください、まあ、ただね無料相談は受け付けておりませんのでお金を払ってでもこの悩みを私は解消したいんだっていう方に対して私もそれに対して真剣に向き合って一緒に悩 みを解消していいいきたいと思います概要欄にねいろいろリンク貼っておりますので興味のあるサービスがあれば詳細をチェックください。ということで本日もありがとうございました。